81から740、741型は、ロシア連邦のメトロワゴンマッシュが製造を手掛ける地下鉄用電車。ルシッチという愛称が付けられており、モスクワ地下鉄や火山地下鉄に加え、ロシア国岸の地下鉄にも導入が行われている。2003年に開通したモスクワ地下鉄ブートフスカや、千和は当初建設費用を削減するため商談面の、 ライトメトロとして計画された経歴を持ち、最終的に従来の地下鉄と同様の建築限界を用いて建設が行われたが、その名残として路線の大半が高架を走る地上区間となった。だが、計画当時の主力車両だった81から717、714型や最新鋭車両であった81から720、721型は、 空調装置を有しておらず、極寒の陶器での運用に向いていなかった。さらに81から720、721型を除く車両は、旧ソ連時代の電気機器や抵抗制御など、旧来の構造だったことも、課題となっていた。そこで、モスクワ地下鉄は、ライトメトロとして計画されていた頃に、メトロワゴンマッシュへ発注していた車両を、 設計変更の上で導入することを決定した。これが81から740、741系である。編成は片側に悲観通、流線型の前面を持つ、運転室を備えた制御電動車81から740型と運転室を持たない、中間電動車の81から741型という2種類の形式によって構成される。 ステンレス製の車体はライトメトロとして開発されていた際の設計が受け継がれており各車両は中間の連接台車によってつながれた2車体連接車によって構成され前後方向のオーバーハングや曲線通過時の車体のはみ出しが抑制されている双方の車体は貫通路を伝って自由に往来が可能となっているが各車両の連結面には貫通ホロが設置されていない 座席は全室ロングシートで、乗降扉は各車体に片側2箇所設置されている。車内には暖房が設置された大きな地上区間での運用に対応している一方、冷房機能は搭載されていない。また消火システムや火災警報装置など防火対策も強化されている。制御方式は81から720、721系の構造を元にしており、 イベット素子を用いた VVVF 制御を用い、マイクロプロセッサ制御により管理されている。電動機は誘導電動機が使われ、補助電源装置を含め各車両の前後の台車に設置されている。これらの機器は自動管理システムによるデータ伝送により一括管理される。導入に先立ち一般公募により、愛称が募集され、ルシッチに決定している。 81から740、741系81から740、741系2002年8月に試作車が落成し、当機の本線上での試運転も含めた各種試験が長期にわたって実施された。その中で制動装置をはじめとする各種改良が行われた後量産車の製造が行われ2003年12月27日の ブートフスカや旋回通とともに営業運転を開始した。初期に導入された車両は電気機器にフランスアルストム製のアニックスを使用していたが故障が相次いだためメトロアゴンマッシュ製のキャトップマイナス -1 への交換が実施された。2004年以降に申請された車両は当初からキャトップマイナス -1 を搭載しており81から 740.1a 741.1A 型という形式名で区別されている。また導入当初は当器のブレーキ故障が相次ぎ空調装置が搭載されていない従来の車両でのダイソーが行われる事態になったが以降は改善されている。81から 740.1741.1K81 から740.1 7 4 1 1系2 0 0 5年以降製造された車両は、電動機の出力が 170kW に向上しており、車内の換気システムや監視カメラの回路についても変更が加えられている。ブートフスカヤ線以外の路線への導入も実施され、アルバーツコポクローフスカヤ線では5両編成での営業運転も行われている。 2007年に登場した5078から5575557655775079で構成される5両編成は、と名付けられた、特別車両であり、落書きではなく電車の車内を絵画で彩る美術館、列車、というコンセプトの下で、多数の絵画が車内に飾られているほか、車体もラッピングによる、特別塗装となっている。81から740.4。 741.4型81から740.4、741.4型81から740.1、741.1型をもとに、快適性や安全性、経済性を向上させた車種。運転室がない車体の乗降扉が2カ所から3カ所に増設され、扉が閉まる、際の事故を防ぐため障害物を検知した際に、 開放するる機能を搭載しているまた車内には停車駅や列車の位置、広告情報を表示する車内案内表示装置が設置されている。スペイン・マラーク製の空調装置には従来の暖房、強制換気機能に加え冷房機能が追加されており、ソ連ロシア連邦を含め国内で生産された地下鉄電車で 初めて冷房が搭載された車両となった。2008年12月に最初の車両が登場し、環状線で試験運転が実施された後、翌2009年からアルバーツ・コポクロ・フスカヤ線での営業運転が開始された。以降は旧ソ連時代の旧型車両の置き換え用として2013年まで製造が行われている。81から740点に、 741.2K、81から740.2バイト、741.2バイト型81から740.2、7 4 1 2系ブルガリアの首都、ソフィアを走るソフィア地下鉄の路線延長による本数増加に対応するため、メトロワゴンマッシュへ発注が行われた車種。標準機に対応しており、誘導電動機は、 ソフィア地下鉄側の要望により日立製作所製の機器を使用している。営業運転への導入は2005年からである。また2012年から2013年にかけて81から740.4、741.4型と同様に、運転台がない車体の乗降扉が3箇所に、増設された81から740.2バイト、741.2バイト型が、 導入されている。81から 740.4K、741.4K 型81から 740.4K、741.4K 型2010年、ロシア連邦、タタールスタン共和国の火山地下鉄は、新駅開業や路線延長による利用客増加に対応するため、メトロワゴンマッシュとの間に81から740.4、 741.4型を導入する契約を交わした。2011年2月6日から営業運転を開始し、2013年までに3両、編成3本が導入された。なお、それ以前の2008年にも81から740.1、741.1型を導入する契約が締結されていたがこちらは、翌2009年に破棄されている。 ありがとうございます。